ドナウ川とベレネの町、ベレネから見たドナウ川ベレネは、ブルガリア北部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。プレベン州に属する。ベレネは、ドナウ川に面し、スビシトフに近い。ベレネは1964年に町となり、毎年9月第1週には、市場や文化的催しが開かれ、これを記念する。ドナウ川には、中州のベレネ島があり、道東は、 ベレネ刑務所がある。また、ブルガリアで2カ所目の原子力発電所の計画があり、町から西に7キロメートルのところに建設が進められたが、共産主義政権が崩壊した後の1990年から、経済状態の悪化により建設は止まっている。欧州連合の加盟条件として閉鎖が決まっている、コズロドゥイ原子力発電所の第3、第4発電路の代わりとして、 ベレネに新たに原子力発電所を建造する計画がある。町の住民の主な信仰はカトリックか聖教会であり、二つのカトリックの教会、一つの聖教会の教会が現存している。カトリック教会の聖母マリア聖堂は1860年に建造され、また、聖教会のゲオルギウス聖堂は1874年に、 カトリック教会のパドバの聖アントニオ聖堂は1893年に建造された。ベレネは短編映画ザモスキート・プログレムアザーストーリーズの撮影場所となった。映画では街の様々な特徴を捉え空約束の原子力発電所と年中続く蚊の大量発生に関する苦悩に焦点を当てている。 ベレネ基礎自治体にはその中心であるベレネをはじめとする以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。